皆さん、こんにちは。今回は福岡から報告ですよ。そうしたら始めましょう。ここに来るの理由はおそ松さんのコラボです。福岡タワーに来ました。今日は福岡タワーでおそ松さんのコラボがあります。これは福岡タワーのマスコットです。とっても可愛い。チケットを買うときにポストカードをもらいました。よかったです。じゃあ上に行きましょう。エレベーターは結構早いですが、上まで数分ぐらいかかります。東京スカイツリーより低いですけど面白いですよね。到着。すっごくいいですね。川登った。すごいいいポスター。そのポーズも欲しい。おそ松さんたち、こんにちは。上から福岡を見ればいい感じですが、おそ松たちは多すぎなので、景色かおそ松たちかどちらが見るべきですか？福岡タワーが誰がいますか？おそ松さん。おそ松さん。おそ松さん。おそ松。いっぱい。普通のおそ松さんたち。パラシュートのおそ松さん。料理人のおそ松さん。イスターのおそ松さんたち、スーパーヒーローのおそ松さん、掃除中のおそ松、ロケット乗るおそ松さん、みんなはとっても可愛いですね。ちょっとおそ松ばっかりでしたから、景色も見ないともったいない。おお、福岡タワーにおそ松タワーになってしまいました。あ、これは何かな？なんか面白そうな建物です。わー、上から海は綺麗ですよね。普通の窓みたいでしょ？でも、
コラボなのでガチャガチャ機会がないとありえないと思いますよ。私はガチャガチャをあまりやりませんが、今回プライズ品は面白いです。残念ですが、カメラを手で持ちますので、両手を使えないので、ハートサインができませんでした。少しお腹が空いたので、レストランエリアに行きました。もちろん福岡タワーなので、お粗末さんのコラボなので特別のデザートを注文しました。タワーみたい高いだけじゃないです。みんなのお粗末兄弟の色がついていますね。もう暗くなってしまいました。夜の景色が綺麗ですけど、帰らないとダメです。そしたら終わりです。見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ちなみに皆さん、高い場所が好きですか？一番好きなところは何ですか？